1995年から放送が始まった、まあ、映像の世紀最初 の番組だったんですが、まあ、その半年ぐらい前からもうすでに作曲とかいろいろなことがスタートしていました。そして、まず基本的にメインテーマ、最終的にはパリは燃えてるかっていうタイトルになりましたけれども、メインテーマに関しては100年間の時代の、まあ、時代の歴史のうねり感、そういうものを感じさせてくれる、まあ、スケール感のある、音楽が曲が必要だということと、もう一つは、まあ、誰でもそれはおっしゃることですけども、印象に残るようなメロディー、が あれば嬉しいと、この2つをお聞きして、それでまあ僕 の当時思ったことは、まあ、大河歴史ロマンの映画音楽のテーマ曲のようなそういう趣の曲が、いいのではないかっていうふうに考えていたんですね、まあ、例えばアラビアのロレンスとかありますね。で、その程度の、ヒントしかなかったんですが、まあ、それが最終的に今のパリが燃えてるかっていうのになりました。で、今度は、100年間で、しかもあの舞台は世界中に伺っているわけなので、一曲だけでもちろん済むわけがなくて、さまざまな曲が必要だと。で、例えばもう20世紀の歴史の中で戦争は何回も行われているわけだし、それから科学技術が、発達してきて、例えばオートメーションのような今までなかったようなそういうリズミカルなものとかね、そういうものも出てくるだろうし、いつもいつもヨーロッパ風の音楽だけではやっぱりカバーできないかもしれない。それから時代性を、はっきりと感じさせてくれるような、例えばジャズだともうアメリカのある時代っていうのが映像ともピタッと合いますしね。でそういうものをいろいろとこうリストアップしていって、そして、いくつかの曲を書いていったんです。大雑把に100曲ぐらい、100年だから100曲ぐらい書いてくださいって担当のディレクターの方が、冗談で言ったそうなんですが、僕は割と真面目だったので、実際本当に M100 まで、はい、M っていうのは音楽という番号ですね、はい、100まで書きましたね。で、まあ、そういう時は10曲ぐらいは作ってくれるだろうと、はい、思っていたそうです。でも100曲全部無駄にしないでいろいろな場面で使ってくれたので、よかったと思いますよ。20世紀特に映像に記録されていたということもありますけれども、やっぱりもう戦争が繰り返されているっていう、だからある意味で戦争の世紀でもあったと、ということは確実に感じたんですね。それでパリは燃えてるかというのは、実際に第二次世界大戦の時の、ヒトラーの、まあ、命令があってパリを占領していたわけですけれども、形勢が悪くなって、退却する時にパリの街を破壊して、退却せよとという、まあ、命令があったのを、その現場の最高司令官がそれを無視して、帰ってきたと。でパリは今でも残ってるっていう、そういう、まあ、物語、実際のお話がありますから、そのパリという、言葉の中に、僕はその人間の素晴らしい面、文化を作り上げたりね、芸術もあるし、人間の豊かな生活で、それを象徴している、都市といえば僕にとってはパリだったの、長く住んでましたね。で、燃えているかというのは破壊、戦争のイメージであって、でそれが実際の歴史の中でも、そういう一コマがあって、で、まあ、助けになるのは、パリは燃えて、まだ
燃えないで、はい、破壊されないで残ったという、そういう希望の面も込めた、うん、そういうタイトルとして考えたんです。新映像の世紀の時は、まあ、20年後になったわけですけれども、うん、もう一度その、番組をリメイクするにあたって、こういった音楽がやはり、新たに加わってほしいねっていう、そういうお話は僕の中にもあったし、それから制作側にもありました。例えば、映像の世紀コンサートでは、取り上げていますし、大変重要なもうレパートリーになっている曲で、神のパッサカリアというのがあります。でこれは当時2015年ですね、なんか新映像の世紀を作るにあたって、やっぱり中東の紛争というのは大変大きな問題となっていて、でそれが実は第一次世界大戦の、はい、第一次じゃないか第二次になるのかの大戦の後 の始末、原因、紛争の原因はもうその時に分かれていたっていう、そういうことから、まあ、あたかも、歴史というのは神が前もって描いたシナリオの通りに進んでいるんではないかというような視点を感じさせるような音楽が欲しいということで、これは新映像の世紀と書きましたね。でもう一曲、僕が、ま、ただ自分の中でイメージしていたんですけれども、映像の世紀を20年前にやったという経験があって、その戦争戦いの後の廃墟、の凄ましい光景っていうのを何度かもうフィルムを見てるわけですね。で当然そういうシーンはまた出てくるだろうと、新しいシリーズでもね、はい、でその時に、どんな音楽を僕は流したいか、そこで、聞かせたいかっていうことを自分なりにこう想像したんですね。でその時に、悲惨なあるいは、恐怖の音楽ではなくて、これ以上美しい、そして愛に満ちた音楽はないというような曲を そういう映像に流したい、そういう音楽を聴きたいなと、そういうふうに、まあ、直感的にそれはイメージしたの でそれは、愛と憎しみの果てにというタイトルで、やはり、20年後に書きましたね、最初から数えると。でこれも映像の世紀コンサートの中で非常に重要な役割を、具体的には昨日の一番最後にパリが燃えているかが帰ってきますけれども、うん、その前に美しい地球のそのいろいろな映像と、それから9.11でビルが崩れる、それとが組み合わさったそういうセクション、パートがあるんですけど、そこでその音楽が、まあ本当に僕が一人想像していたような世界を作ってくれているの でこのコンサートにとっても最も重要な曲の一つだと思っています。バタフライエフェクトは、はい、今度は視点が違うわけですから、うん、本当に一人の人間の思いあるいは 決意と小さな行動が世界を動かしていく歴史になるっていう、そういうとても、ヒューマンな、うん、世界の描き方ということで、また新しい曲を書きました。それも番組ではもちろん重要なテーマとして流れてますし、今後何かの形でまたコンサートに、加わるかもしれないな、この映像のせコンサートにね、加わればいいなと思ってます。ですから全部足すともう150ぐらいいってんじゃないですか。どのぐらいいってのかな。少なくとも映像として記録が残っている時代なんですよ、20世紀っていうのは。それ以前にもいろんなことが起こっても、これは文字で残ってるんですね、まあ、絵で描かれてることもありますけど、
でも実際の映像っていうのはもう生きている人間がそこで動いているっていうので圧倒的にこう、臨場感が強いですね。でそういう残されている映像の中で、僕たちが見ることもできる、まず正義であるということ、戦争に関しても同じことですね。で、例えばその機械文明というのが始まってきますよね。そうするとそれをこう100年間通して見ていると、僕時々自分で勝手に思うんですけれども、人間は木を切りますよね、はい、でついそこの映像の世紀が始まった頃の時代だと、ノコギリで何人もの人間がかかって一本の大木を切ってたわけですよ。でそれが今もう20世紀の終わりにはこの地球を破壊するぐらいの力を持っちゃってるんですね、はい、こういう世紀なんです、はい、この100年間はそれまでの、20世紀というからそれまでの1900年間ではそんなこと起こってないんです、ね、だから非常に大きなやっぱり分岐点というか新しい、場面に直面している、はい、人間がその気になればこの地球を滅ぼすことができるようになっちゃったんですから、で一本の木を切るのに何人もかかって 何時間も、ね、何日もかけて切ってた、そういう平和な時代とはもう違うんですね。でそういうことを、20世紀っていうのが見せてくれました。このコンサートは画期的な、試みなんですよ。普通映像音楽というのは映像がまずできます。で編集もされて、でそれに音楽が流されるわけですけど、ですから、正確、細かく観察すればやはり映像が主であって音楽は自由という関係にあると言われても仕方がないんですね、うん、ところがこれコンサートで映像の世紀コンサートをやるっていうことを決めた時に、まず発想として音楽が完璧な状態でまず演奏できるということを考えて、映像がなくてもコンサートとして完全に成立するという、曲としてもう一度構成し直しました。オーケストラとピアノっていうものが、今回の舞台なので全曲をその範囲の中でもう一度書き直したんです。だからアレンジを全部し直しています。だから曲の構成も映像に合わせて何回か繰り返したというようなことがあったとしたら、そんな必要がないねと、音楽だけでやるんだったらこれだけが一番ふさわしい、逆にもっとこの部分を長くしたいねとか、いろんなことがあるわけです。でそれでまず音楽として完全にコンサートで成立するようにオーケストラとピアノのために作り直しました。でそれに今度はこれがまさしく画期的なんですが、そうしてできたテープをもとに NHK が、再編集したんです。映像を今度は音楽に合わせてくれてるんです。で今まで逆ですね。それで結局どういうことが起こるかというと、音楽は 100% の力でステージの上で演奏できて、そして映像はもう生きた映像が100年間以上の蓄積があって、それが、100% の力でお客さん見るものに迫ってくる。でどちらも言葉は不要で、だからいわゆる演奏してる時にはそういう、言葉で説明するということはないという状態で 100% 同士の音楽と映像とかぶつかり合ってるんですね、はい、でそうするとやはり、映画やテレビの番組で、起こりうる、その迫力をはるかに超えていって、結果として圧倒的なやっぱ感動というのをそこにいる人に伝えることができるんです。ですからよくあるようなコンサートだと思ってらっしゃるかもしれないよね。例えば
あの映画の画面を流して、うん、で映画のために書いた音楽を生でやってるって、そういうものとは全くも違う、もっと本質的なところで一つになってやってるんで、そのやっぱり力っていうのは凄ましいと思います。ただこれはやはり現場に足を運ばないとそれは体験できないんですね。でまあいいものだからって言って東京の方が札幌まで見るわけにいかないし、名古屋の方がね広島まで行くのも大変ですよ。やっぱり東海地方の、名古屋のお中この文化圏の中でやることで実際に体験することができる。で、こう実際に体験することがこのコンサートのやっぱりもうとても重要な機能の部分ですね。だから、それが今回そういう機会が生まれたんだから、うん、やはりぜひそれを実際に現場へ来て体験していただきたい、はい、今までに経験したことのないような大きな感動を、お約束します、はい、僕自身の人生の中でもう重要なもの、僕の一生を定めたようなものは大体小学校、中学校、高校、これで全部もう完結してるんです、はい、それほど人生の中で大きな意味を持つ大切な時期だということです。でその時にそういう時期にですね大きな出会いっていうのは僕の経験からいくと全部大きな感動を伴ってます。で年を取っていくと感動しても2、3日すると忙しいというか薄まっていくんですが、子供の時ってそうでもないし、それからその感受性の強さというのはもう大人の想像をはるかに超えるものがあります。でそういう時期にこれに触れていただくということは、その歴史の流れであり、あれあるいは平和の尊さであれ、あるいは戦争の愚かさというものも教科書では習って、授業でも見て、そして言葉としてはもう二世にではみんな分かっていることなんだけれども、それを超えたやっぱり言葉を超えて理性を超えて、もっと感情に、言い換えれば心に直接語りかけてくるような、そういう今回のコンサートですから、そこで何らかの、感動は生まれると思っています。でそれを今度一人一人の方はそれは自分の人生の中でどういうふうにそれが、影響を与えているか分かりませんけども、そういう大きなチャンスをふさわしい時期に、触れることができるという、これが大きいですね。でそれはこちら側 の思いです。でもう一つね、やはりこのコンサート実際映像とか見たらやっぱり自分たち社会も、まあ、もちろんこれから一員になっていくわけだけども、なんていうんですか、地球の中の地球人の一人だということ、そういうふうに感じられるんじゃないかなと思う。やっぱり日本の中にいて日本身の回りの生活だけので感じている世界を超える一つのきっかけですから、そういうのを見たときに、はい、ベトナムの人だって戦争であんなに悲しい表情をやっぱり見せてくれているわけですし、そういうことを、理屈抜きで感じたら世界の一人なんだっていう、そういうふうな意識につながっていくと嬉しいなと思いますね。もともとシンプルな人間なんだろうと自分では思っていますよ。どんなに難しい作曲の勉強をしても、まあ、基本的にはシンプルさが僕は、合ってるし好きなんですが、まあもちろん、演奏活動を始めたり作曲を勉強して曲を作った頃に、非常に複雑だと言われる現代音楽であるとかね、それから前衛的な即興演奏とか、
で ああいうスタイルをシンプルとはまあ普通は、うん、あの思わないですね、はい、そういうのをやっていった中で あるきっかけで僕はグリーンスリーブスっていうメロディーをテーマ、はい、あの題材にして、曲を作って演奏するっていうことを経験したんですが、で、まあ、それまではあれほどシンプルでしかも誰でも知っているようなものを取り上げるということ自体がもう評価の対象から外れるというんですか、要するに、ありがたいさがなくなるというのかしら、あの特に評論家的な、あの視点からすればね、そういう世界を、まあ、僕もよく見てましたし分かってますけれども、分かっていたので大変怖かったんですよ。だから大きなチャレンジだったんです。複雑なことをやる方がよっぽど楽だったんです。あれだけシンプルなもので、そしてあの本当にあの成立するんだろうかと、と思って実際にコンサートで弾いたら、とんでもない、もっと大きなパワーだ、もっと大きな共有をあの人々と分かち合える、要するに演奏する方も聴く方も、そういったことを強く感じたので、シンプルだったら何でもいいとは思いませんけども、シンプルで本当にあの素敵なものが作れればこれほどに勝るものはないと思ってます。それにね、聴く方は同じように同じことがあの感じてるわけじゃないんですよ。その今度受け取り方の世界は皆さんのそれぞれの人生から来るんで複雑なんですよ。だけどこちらが与えあの出すっていうその、まあ、音楽の場合の曲ですね、それは、シンプルで力強いメッセージというか力強い、印象を残せるような、それが、やはり残っていけるし、はい、僕は好きですね、はい、あの今僕は特にシンプルに作ろうとか、そういうことをそんなにあの、重要というか、そこに重きを置いているわけじゃないです、うん、僕自身がやっぱり納得して、あこの曲がいい、このメロディーがいいっていうふうに思えるのを見つけるためには苦労しています、うん、それの苦労であって、それをシンプルにするために特に苦労しているっていう思いはあまりないです、うん、とにかく自分がこれでよしと思うもの、うん、まあ多くの場合やっぱりメロディーです、はい、それを見つけるためには苦労するし、それでその工夫っていうのは、まあ工夫というよりもとにかく、自分のその心のエネルギーを燃やし続けるということを、そのエネルギーをやっぱり補足していかないとダメですね。それはあのだから、あまり簡単なことじゃないんですよ、やっぱりエネルギーがいるから、はい、やっぱり彼がある時 僕と二人きりの時にあの僕に言ってくれたことがね、それは加古さん、あなたは日本人ですと、でそのことはあなたにとって大きな財産ですと、それを深くお考えなさいってこういうふうに言われたんですが、それは今、まあ、年とともにその意味は深まってきますし、まあ、いいこと言ってくださったなと思ってますね。あのただ単にお世辞であのメシアさんそういうふうにおっしゃったんじゃないんですよ。だから日本の文化、日本人の感性ということを、メシアさんあのよく自分なりにも勉強もされてるし、日本も来られて、体験されているので、その価値観、価値を認識されてるんですよ、でやはり、そのことは大切に日本人がねあのしていくだけの目打ちのあるものですよ、それはやっぱりやっぱり千年を超えるような長いあの伝統と、だから伝統だけじゃなくて
その風土ですね、はい、風土ってやっぱり特殊ですよね、うん、特殊な風土だと思います、はい、世界の視点で見れば、うん、世界の果てですからね、はい、彼らの視点で言えばですね、はい、だからそういうところにこういろいろな文化とかが流れてきて、うん、そこから先はもう行くところがなかったようなある種、特別なところで意識をこれだけはっきり持っていて、はい、でそれで島国で独立した中で文化が独特の発展を求めていって、うん、そういうことをメシアはやっぱり逆に離れてるよその人だからよく感じられたんだと思います。僕ら日本人はここにいれば当たり前だと思ってることが、はい、結構そうでもない、はい、でとても大切なこともあるし、まあ、それを教えてくれました。それからもう一つは彼は当時もう世界最高の、ね、作曲家と評価されている人ですけど、とても謙虚で、ね、温かい人柄だったんで、そういうのはやっぱりいい見本ですよね、弟子にとっては、はい、ああいった日本的な感性というのはとても僕は大切にしてます。で作曲も、まあ、もちろんそれは当然そこに出てると思いますけれども、やはり僕は演奏しますからね、はい、演奏するときにはその一瞬なんですよね、うん、その一瞬一期一会と言いますけど、そこの中での、こう一瞬の儚さの中に永遠性を感じるとかね、うん、そういうのはやっぱりとても日本的なものと密接にやっぱりつながってますし、うん、でそれは美しいと感じるわけです、うん、そういうことは、でそういうものはもう大切にしたい、はい、自分で作って自分で弾くっていうそういう音楽家であっただろうということは、はい、もうそう間違いないと思います、はい、もう映像の仕事に関わる前からそういう、音楽家としてのあり方っていうのは自分の中でもう出来上がって見えてましたから、はい、やっぱり作曲家だけとして音楽人生終わらなかっただろうし、それから演奏家だけということにもならなかっただと思いますね。だからそれは、映像音楽と出会ってなくても、だから映像のための曲は書いてないかもしれないけれども、僕の初期 のコンサートで弾いていたような曲の時代はもちろん映像世紀の世紀は1995年ですね、はい、僕がデビューしたのは1973年ですからずっと長いもう人生を、うん、音楽をと携わってきて、でその中でもうブレないなと思ってるのは、うん、作曲家でありピアニストであるということですね、はいはい、両方あって、うん、僕の場合は、なんでまあ、一人前の音楽家やっぱり、まあ、この年代になってくるとやはり来年弾けるだろうかということはやっぱりどうしたってこう頭の隅にちらっとこうきますよね、うん、だからやはりできるだけ、自分がまずはその OK というふうに思わなければダメなんですけど、うん、それがちゃんと、思える状態で音楽活動を続けていきたい、できるだけ長く、はい、で長くやるっていうことはやはりある意味で、うん、成長していけるんですよ、ね、それはまず間違いのないことだと思います、ね、うん、同じフレーズをどういうふうにやっぱりその音として皆さんに届けられるかっていうのが、はい、早ければいいというわけでもないし、強ければいいというわけでも何でもないんですよ、はい、そういう部分においてやっぱり長くやっぱり生きているようなことを感じているということは、うん、肥やしになってますね、うん、だから長く続けられるように、はい、体調管理をして、はい、それぐらいですね。まあ、ある時期から朝起きたら、はい、まあ、1時間近くは、まあ、ヨガって言ったらそんなあれですよ、専門的なやつじゃない、ただこう、もう基本的にこう
息を整えて肺を伸ばすとかね、はい、そういうことはやってますね、それから、やっぱりあの夜の食事を、はい、まあ ほとんどしないですね、はい、夜は食べなくなってきました。でその方が体が気持ちいいからです、はい、朝と昼は食べますよ、はい、あの僕はあの夜をもう食べなくなったらあの昼は皆さん の, やあの夜と同じぐらいもう大宴会のように食べます